Welcome back, guys. Here we go. More Gintama. If y'all enjoy, know what to do. Like, comment, sub, Patreon below early on cut. Let's hop into it. That's a whole different TV than I usually have. No, let me change sides. このテレビってこんな形してましたっけ？そういやそうだ。こないだ江戸橋カメラのやつじゃないやろか？廃品回収受け負った覚えはねえぞ。映った。銀さん治りましたよ。Oh my god、さーちゃん。なんか知った顔が映ってっけど、見たくもねえ面が飛び出てきてっけど。太陽です。3D だってすげえな。消すときはどうすればいいんだろう。あ、そう。消してくれ。このバカテレビそのものも。粗大ゴミ。待って。ああ。どうかしたんですか？ I understand that. I understand that, bro. ちょっと眼鏡が壊れちゃったみたいで。大事なものだったあるか？そんな大したものじゃないの。安物だし、気にしないで。死んだおばあちゃんのあれなだけで。え、でも。Damn. Yo, kid's mind. Yup, there's the sweat. Wait, sweaty boy? Oh, just for tears. Don't worry about it. Wait. No, it hasn't. She was at the end of season one. I was about to say, that's been weird. She was in the first season of season two. Which one? どれもこれも素敵。どれにしたらいいかしら。本当に夢みたい。銀さんにメガネをプレゼントしてもらえるなんて。おばあちゃん、砕けてくれてありがとう。おばあちゃんの死は無駄にしないからね。どれが選んでほしいな。その安売りのワゴンのやつなんかいいんじゃない？何も見えないんだけど、銀さんがいいって言うならこれにしようかな。大丈夫？本当に似合ってる？みたいなナチュラルさだよ。お兄さん、お兄さん、ひょっとして婚約メガネをお探しですかな？婚約メガネなんだよ。聞いたことねえよ。つか、じいさん、ま、そのメガネに目をつけるとお嬢さん、メガネをお探し。Okay, no, never mind. I thought it was a whole different guy. そのメガネに目をつけるとはお嬢くっつきでしてね。実はそのレンズは、かの赤壁の戦いで曹操を敗北に追いやった5の家系。その炎を起こしたレンズを作ったおっさんレンズを見ていたおっさんのレンズなんだ。果てしなくどうでもいいメガネだろうが。これでいいわ、じいさん。スーパーオフに曲げろ。え、ちょっと待って。そのメガネはいわくつきでね、かのトロイの木馬によって敗北したトロイ。あの、ありがとう、銀さん。こんな素敵でギトギトのメガネ、私なんて言っていいか。No, she can't. こんなに嬉しくて臭いプレゼントは。ジジイにでも直してもらっとくから、それまで我慢しとけや。Oh, what a nice thing to do. もういいの。叱られちゃうもの。さよなら。Here we go. おばあちゃんのかけていたメガネを踏んだ、お父さんとおばさんの娘さんの店で売っていたメガネ。You wore those shits? It's crazy. 私、これと大切にするから。Bro, fix your glasses. まあ。いいか。Oh my god. Let us like shin beat his glasses, bro. Man, she looks mad good. She's wearing casual shit, bro. I don't think I've ever seen. Has she ever had her hair up like that? She looks mad good. You put them just on your face. Like.メガネを一体何に使ってんだてめえは。なんでメガネと一線越えたデートして。そしてメギネさんに焼いてるの。メギネさんってどれだよ。グラスさん。私も本当はメギネさんをすぐにでも使うつもりだった。でもやっと決心がついたから。ことがいやらしい感じになってるわけ。だって銀さんの目をかけるってこと。
どんだけ一大決心してメガネかけてんだってね。そもそもそれメガネ屋のジジイの分身だからね。ほらよ、てめえのメガネももう直してもらったから、二度とうちに不法侵入するなよ。いやよ、今さらのしずらしないでくれる。今の私は、私はメギネさんがいいの。メギネさんじゃなきゃダメなの。 You know what, again, just let her rock, bro. I think this is kind of what you want. そこらの耳軽女と一緒にしないでちょうだい。耳軽女って何？お前がぐちゃぐちゃ言うから直してきたんだ。私とメギネさんのことはほっといて。今さら。待ってんの。二度と私とメギネさんの前に現れないで。さよなら昔のメガネ。さよなら昔の人。お。付き合いますよ。何これ。なんで振られた感じ。この国は。獣は。役に込んだ影が準備を整えている。これに合流し、連中を撃ってもちゃ。下道にしか立てぬ下道というものがある。私が汚れて誰かが救われるのが喜んだ。この敵に染めます。ザッちゃん、それ団子ちゃう。エチモヤ、チコヨレ、例の話は、No, she's crawling outside, bro. No, no, she's looking out. この子、誰？お前じゃ全滅だ。私がおとりになるわ。私は敵を引きつけている間にあなたたちは逃げて。しかし、ダンジャ、私が思う存分暴れられないの。いや、しょうぶ。そっちは。お家に行って。をさせたとあっちゃ無理もねえ。ナウテの始末屋の不審。いろいろ噂になってるが、俺の目。そんなことないわよ。じゃあ俺は今、お前の前で何をやっているか見て。普通に話でしょ。いや、お前の顔の前でポラギノールをニャーッ。 Why, bro? さすがだ。五感すべて忍者にとって目は命だ。もともと視力の低いお前さんが鬼アバンにまでなれたのは天性の素質と努力。関係ないじゃない、あんたに。私が何のメガネをかけようと、このまま行けば殺されるぜ。始末屋の元締めどもが何やら不穏な動きを見せている。サルトビのやつ、足の毛を神の組織に寝返る気でいるのやもしれぬ。その気がなくとも敵に捕まり、我らのことを抜くことになる。始末するしか。殺し屋部隊、滅殺お仕置き人が。お仕置きですって。それって無知とか牢族とかでいろいろしてんだよお前は。Come on, you know she's... 相手は殺し屋を殺すために鍛えられた殺し屋だ。そのメガネで勝てるかどうか、お前がどう鬼アバン衆の評判に関わる。無様な死に方だけはしてくれるなよ。得たものなのに、私にはかけることもできないんだね。お見受けする。そういないか。そっとしといてあげるのが男のたしなみじゃなくて、いい女が泣いていたらそっと涙の一つも拭いてやるのが。そう、紳士なのね。じゃあその女が始末すべき標的だった時を。I thought we used the hand to block it. Oh, he did. 真っ赤な血も。 Let's go, boy.始末屋サルトビはやめ、oh, 上位により貴様は始末屋に必要なしと判断された。行け。残したい言葉があるなら我が心の内にでも留めておいてやろう。何かあるか。メガネかけさせてもらえる。バカが、無様な死に様だけは晒すなと言っておいたのに。なんでサッチャンさんがこんな。おかげで仕事をしくじり、仕置き人に目をつけられた。瀕死のこいつ見つけた時が、まったくバカな女だ。それはてめえの手で処分しといてくれ。ここもじき奴らに気づかれるなら、それはそこまでの女だったってことだろうな。おい、気持ち忍者、お前、サちゃんをこんな状態で一人残していくつもりあるか。 Yeah, here.
悪いが忍者は侍ほど仲間を望んでいることだろうよ。Deuces, I told you. You know, all this energy, alien technology, and she can't get some like eye surgery. This is getting a little bit too deep for me. I mean, hold. Not all deep, but you know, getting a bit emotional. メガネ壊したの俺だしな。Oh, now you admit it. Now you admit it, huh? はい、殺し屋よ、殺し屋無人だ。Let's go. The man get whooped by an alien. What's that? What the fuck are y'all wearing? What's that? A horror one. What have you got? What's that cowboy? Excuse me?Yeah, excuse me? I'm making some breakfast? What is going on here? ちょうどこれくらいの時間って変わらないすくじゃん。ちょっと夜食でもと思った。チャーハン心配すんなよ。お前の分もちゃんと作ってあるある。そういう問題じゃねえんだよ。 hey, wait, 何しに来たって言ってんだ。まさか本当にチャーハン。おお、サダハル来た。そこそこ、そこに寝かせておけばいいから。え、ちょ、リアッチャーさすがにまずいでしょ。それでどこかいい場所はないかって。ああ、なるほど。ねえし、誰にも迷惑かからんと。あ、そうやるか。で、どういうわ。まあ、ちょっと借りるだけだから。人んち殺害現場にするつもりか。ちょ、何食べてんの。マジ帰れよ。血とか臓物とかで部屋汚されるの嫌だし、こう見えてすっげえ綺麗好きなんだから。で、一人もんなんだよ。好きのない男は女に嫌われる。多少部屋が汚れてるくらいのとこがちょうどいいあるよ。おい、これ好きでかすぎるだろ。リンさん、どうします。敵を帯び天井でいいんじゃねえか。おい、マジぶっ殺すぞ。殺し屋来る前に俺が殺し屋だぞ。私はここにする。ある。待って、わかった。これ以上屋敷を荒らすのやめろ。 You know, I always wonder how they make any money with all the shit they break.何たぬきねりこいてんだ。犬までたぬきねりこいてたぞ。犬なのに。なめやがって。やめて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 。こんなん付き合ってられ。複数の人間の匂いが。Oh, yeah. ビサーちゃん、やはりな。Atori, Gen, だが何人集まろうと無駄なこと。今度こそ息の根。パラギノールありますか。何してやがんだあいつら。They're getting your medicine, bro.Hold them off! This is a two-parter? Excuse me? This is a damn two-parter? 次回、眼鏡じゃ見えないものがある。 They're actually just at the fucking store. What the fuck is about to go on next episode, bro? They're just chilling. They're just chilling at the store buying shit, bro. Like, what? No, bro. Yo, I sometimes forget how much Sachan really, like, enjoys anything Gen does for her, man. I really do be forgetting sometimes. Well, it makes sense. Even though her saying that it's been a while since she's been in the show, which is now, you're literally in the beginning of the season and stuff. Like, just a couple episodes ago.
I guess he hasn't been in the show as in, like, going real hard body for good and stuff besides that. But, yeah. If y'all enjoy, y'all know what to do. Like, comment, sub, Patreon below, early uncut. Deuces.